行こうぜ。あのさ、ちょっと、美しい。そうかしら。よっしゃ。もしかして、そいつは双葉のシャドウだ。本人じゃない。そうか、モナは顔知ってるもんな。確かに格好が王女っぽいな。あなたがさくら双葉、おい、お宝はどこだよ。知らないはずはないけど。口聞けねえのか。ちょっと、そんな言い方。ごめんね、双葉ちゃん。大丈夫だよ、安心して。教えて、あなたの大事なものはどこにあるの。拉致が開かない。ほっとこうぜ。ちょっと黙ってて。我が墓を荒らす者、何しに来た。喋ったけど。何言ってんだ。盗んでほしいんだろ。取れるものなら取ってみるがいい。挑戦的だな。ツンデレというやつか。お前らに取れるわけがない。我がパレスはこんなことになっているのだからな。この声は人殺し。とか言ったらどうだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。ひどい。おい、なんだよこれ。近寄らないで。何か言え。あなたのせい。そう、私がやった。は？母を殺したのは私。今のは？ここには母もいる。私はここにいる。死ぬまでずっと。服が。警戒されたのか。どうなってる？これ、また…お前が殺したんだ。なんだその目は。人とか言ったらどうだ。あなたが殺したのよ。そう、お母さんを殺した私なんて。ここは墓場、ここで死ぬ。そうだ、死ね。近寄らないで。待ってないで、何か言え。人殺し。死ね、早くして。いや、助けて。なんだっつんだよ。まずいわね、状況が把握できない。どこか安全な場所で情報を。今度は何？まずい、まずいぞ。メジエドが定めた X デーは、
8月21日刻一刻とその時が近づいています。名指しされた怪盗団ですが、今のところ特に動きはありません。果たしてメジエドのサイバーテロは実行されてしまうのでしょうか。阻止するためには21日より前にさくら双葉を助けないと。限度は2日前の19日ってところね。渋谷に集まってから来るの面倒だよな。しばらくここをアジトにしようぜ。じゃあ次からここがアジトでいい？マスターに見つからないよう気をつけないとな。ピラミッド内部は何が起きるか予想もつかないぞ。我が輩たちの墓場にならないようくれぐれも注意を払えよ。いやとんでもねえ夏休みになりそうだな。世界的ハッカー相手してピラミッドでお宝探しだぜ。あんたさ、なんで楽しそうなの？怪盗団存続の危機だよ、わかってる？わかってるよ。そういえばモルガナ館の中でいやらしい目で見てたよね、変態。うっせえ、いい眺めだったぜ。お前らも見たろ？ああ、美しかったよな、ピラミッドの黄金比率。しげし。アンドノ、我が輩は見てないぞ、紳士だからな。見てないじゃなくて、変身してて見れなかったんだよね。はあ、不安。また ATLUSの光景も気になるし、やるしかないな。透明だったか。やってくれるぜ。おい、Really?
お？なあ。ああそうだ。ほう。お前。
倒れないでね。診察室にどうぞ。じゃ、どれにする？それにするの？はい、どうぞ。それは聞く、どうも。じっくり選んで、お大事に。いらっしゃいませ。随分と良い。閲覧なさい。このペルソナですね。このペルソナはあなたの力です。もう終わりか？なんだ。時間です、囚人。よし。おい、え、なんだって？よし。しかし今回のパレスには驚いたぜ。見渡す限り全部砂漠とはな。確かに今までのパレスって歪んでる中心地の外に出ちゃえば割と普通に街だったよね。おかげで鴨志田の時なんかいつパレスに入ったか最初マジで分かんなかったしな。中心地の外だってパレスだからな。認知から生まれた景色には違いない。今までに倒した奴らは悪党だが社交性もあったけど、二
双葉は多分外の町がどんな風か知らないというか一切興味もないんだろう。それで一面不毛な砂漠なわけか。まあ、あの暮らしぶりではな。まあでも今後は有名人の悪党を狙ってくわけだし、引きこもってるような人は少なそうじゃん。ってことは全部砂漠みたいな苦労は少なくて済みそう？そうとも限らないわよ。リムジンや飛行機ばっかりで街の景色には疎い、興味もないなんて。飛行機？おお、それちょっと悪くねえな。つうか雲の上みてえなスケールのパレス、もしあったらぶっちゃけ行ってみたくね？空飛んでるのは銀行だけで十分よ。だがさっきの中心地の外がどうなっているかという話は興味深いな。つまり悪人のタイプによってはパレスの中に現実と瓜二つの町があるわけか。一度ゆっくり歩いてみたい。おめえは本当にいつでも絵の話だな。確かに観察力があって頭の切れる悪党ならパレスに現実と寸分違わない街があるかもな。ま、あったところで別に使い道はねえけどな。よく聞け。じゃあ状況整理しましょう。よし、一暴れするとしますか。仕事の時間だな。さあ、今日もやってやろうぜ。何か？帰るのか。ちょっと話そう。戻ってこい。ご苦労。もう来ないかと思ったが。ほんと苦労したぜ。あんなでけえ玉落としやがって。お宝盗まれてえのか嫌なのかどっちだったんだよ。奥へ進みたいんだろ。取引しないか。取引だと。近くに町がある。そこにいる盗賊に盗まれたものを取り返してほしい。そういえば町あったよね。ここに来るまでの間に見たよ。戻ってきたらいいものをやろう。奥に進む道も教えてやる。
もう少し情報はないの？町には盗賊しかいない。盗まれたものも。行くなら外からね。判断は任せるわ、ジョーカー。暴いてやる。電撃が有効。手間取る相手じゃないはずよ。電力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。有効だから、関連の電線には気をつけて。ハンサー、もっともっと。カトワーだ、おまじいぞ。狙いゾーンというやつか。逃がすと厄介だ。早く対処しろ。覚悟しろ。最後の締めは俺たちで行く。やべ、力が出ねえわ。力場かける乗せる。これだ。最高だぜ、うまそう。たくよ、ほらよ、おごりだ。よし、それでかも。うめえ。終わった終わった。よし、次こそ勝利だな。さて、手応えのない相手だったな。暴いてやる。隠した相手だけど、疾風属性は高くない。さすがクイーンだ。動かないでもらおう。これで総崩れよ。とどめだ。実験制裁。我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。敵がないように余裕手がないかったな。行くぞ。いいぞ、こっち。まだ終わらないぞ。いただいていく。敵全滅。みんないい感じだったね。さて、やれやれ、この程度か。何か。
何？ちょっと。戦術の幅が広がったな。行ってきたぜ。盗まれたものってのはこれだろ。ご苦労。じゃあそれをお前たちにやる。大事だから取り返すんじゃないの？それは地図だ。この墓の地図。盗賊が墓を荒らすために盗む。ずいぶん好き勝手にやられてるのね。あなたのパレスなのに。とにかくそれをやる。奥まで。ちゃん消え、マジかー！
これは流砂だ。引き込まれるぞ。お前ら全力で泳げ。おい、生きてっか。大玉の次は落とし穴。私らなんか怒らすようなことした？怒らせるというか、小判島を衝動、自分でもどうにもできない、そういうことなんじゃないか。防衛本能かもしれないわね。あんな過去があったんだもの。人間不信も無理のない話よ。ジョーカー、絶対救おう。双葉ちゃんの心のドア開けてあげよう。我が輩も全く依存はないが、まずは自分たちの心配だな。地上への出口を探すぞ。このままじゃ我が輩らの墓になっちまうぜ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ペルソナ奪い、敵2体ダウン。さすがジョーカー。よろしく。まだ終わらないぞ。ペルソナ、順調だ。このまま行こう。鮮やかな勝利だ。
さて楽な正体を見せろ。強い敵じゃないけど、電撃は無効だから気をつけて。ヘルスマン、奪い。ジョーカー、敵を陣下。さあ、よろしく。フォックスが代行する。頭のサビにしてやる。おい、僕はどうするつもりだ。これを。なるほど。行くぞ。何？残り2体。油断するな。いただいていく。ジョーカーがクリーン。やれ。まだ終わらないだろ。クリーンが敵を陣下。お前、僕はどうするつもりだ。怪しい。俺たちの勝利だ。よし、勝利だな。この力があれば。さて次。気を急ぐとしよう。奇襲、行けるぞ。暴いてやる。この状況に危険な匂いがついてくる。気づいた。私にやらせて。ひざまずきなさい。敵ダウン、最高だぞ。バー
技、早く使いたいものだな。この程度、俺一人で十分だ。正体を見せろ。これからも予定があるんだぞ。レアなやつ発見。逃がすなよ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。レコ将軍、奪え。暴力とか最近ね。かけろ。ラッドクイーンだ。ゴールド、いただいていく。我は何時しとめる。撃とえ。ハイザー素敵だ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。しなければ楽勝なはずよ。来い。右見たな。食らえ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。これをやるよ。フィニッシュは盛大に行こうぜ。行くよ。これがおまけだぜ。エクセレント。やったー、お宝。みんないい感じだったね。うん、ご苦労様。強そうなスキルだね。よし、正体を見せろ。強い敵じゃないけど、電撃は向こうだから気をつけて。
強い敵じゃないけど、連撃は無効だから気をつけて。刀の突然もっと胸にしばかれたいの。行くぞ。体がしびれて完全状態で動け。クイーン、今は耐えるんだ。くらえ。大勝利、イエーイ。鮮やかな勝利だ。さて先を急ぐとしよう。途切れません。よし、楽した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。動かないでもらおう。やれやれ。短気なやつだな。不真面目な回答はきっと怒らすぞ。そうだ、弱い人間。ほう、我は汝、汝は我。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし。手強いやつだと。ねえ、何か。やば、強そうなシャドウがいる。暴いてやる。俺をどうするつもりだ。先生、隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。やってやる。これだな。ここはペルソナで。我は何時、覚悟の時間だ。ありがとう。戦略がズボラリグラミン。逆
状況は。そこか。よっしゃ！よし！右見たら奪え。
ジョーカー、やっちゃおう。ゲットレディー。ヘルスラクション、くらえ。ジョーカーすごいじゃないか。いいかい、やるぞ。暴いてやる。先制攻撃。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。このトイやるな。逃げようとしてるぞ。注意しろ。よし。今の大したことなかったね。
なあ。そうね。気をつけて。さらにバトンタッチだ。敵は残り2体。行くぞ。さて、我が輩にかかればこれぐらい余裕だ。暴いてやる。
かれてるぜ。よし、今の大したことなかったね。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。弱点にヒット。我ながら大したもんだ。やっちまえ。よし、バトンタッチで力が増してる。次だな。正体を見せろ。これでも予定があるんだ。先制攻撃チャンスだ。行け。ヘルスだ。ちょっと待って。よし、綺麗に決まったな。任せ。よし、バトンタッチでさらに進みだ。さて、いいぞ。なあ、なるほどな。感じるぞ。
よっしゃ。セーフルームが近くにありそうだ。新たなセーフルームを発見したな。そうだな。どうだ？行きましょうか。おいおい、そうか。ああ、はあ、書くか。何かご用ですか？より一層の構成に励むがいい。警報値予想外を覚悟して。もうやめる。切るのですか？登録ですか？登録するのですか？本当にいいのですね。登録するのですか？本当にいいのですね。警報中だ。張り切っていきます。覚悟して進め。これでいいのか？可もなく不可もなくといったところですか。これでいいのか？可もなく不可もなくといったところですか。これでいいのか？可もなく不可もなくといったところですか。これでいいのか？引き継ぐ技能を選びなさい。引き継ぐ技能を選びなさい。Thank you.
どれほどの力を授かるかな。では始めよう。やめるのですか？チッ、もう終わりか。なんだ、ジュスティーヌ交代だ。終わりですか？なんだ。警報中です。主人、パワーアップした姿です。通常とは違うカードになるようです。このような結果になるが良いか。もうや、見るの、閲覧なさい。警報中の合体です。やめるのですか？ジュスティン、あなたの奇跡です。このペルソナですね。警報中です。より高くパワーアップしたか。ほうほう、新たな姿へと。何かご用ですか？あなたの奇跡です。これですか？このペルソナを引き出すのですね。このペルソナを引けばお持ちなさい。もう終わりか？なんだ、せいぜいあがけよ。つけておこう。移動完了だな。では、了解。気づいたか？
ちらの先生だ。ペルソナに決まったな。我は何時刀の旅にしてやる。次はやった。祝福属性はダメよ。他の攻撃で倒して大勝利。ご苦労様。うん、筆を洗うよりたやすい。余裕の勝利ってやつだな。やば、暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。自分の実力は高く、加熱はダメなのね。格下のくせにバトンタッチだぞ。バトンタッチでパワーが上がってるぞ。ヒュー、いただいていく。一応か、敵を撃破。さすが、やってやる。これで終わりだ。さて、いいぞ、いい調子だ。ジョーカー、宝箱だ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。ヘルスだ。
見せろ。お、炎の魔術隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。やるな、フォックス。
よし。余裕の勝利ってやつだな。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。祝福属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさないとね。いいぞ、敵を手玉に取ったな。残った敵の弱点は分かってる。バトンを持って交代して。まだ終わらないぞ。ヘイ、ホールドは倒せろ。いいかやるぞ。さて、弱すぎて相手にならないね。研ぎ澄ませ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。奪え。また敵を撃破。さすが。まだ終わらないぞ。自分の実力は怖いな。任せて任せて。痛いな、もう。ねえ、恐怖してる敵がいるでしょ。粘土が効くはずよ。よくもここまでな。いいぞ、属性。勝利の道が見えた。バトンタッチで攻撃薬を変えて。バトンタッチでさらに攻撃だ。どうか、敵を撃破。さすが。さて、終了だ。研ぎ澄ませ。ねえ、早く行こう。なあ、暴いてやる。読んでくれます。よし、こっち粘土が効果的だわ。まあ、苦戦しない相手なんですよ。ヒキダウン。ジョーカーすごいじゃないか。動かないで。嘘ついてません。すごい。ねえ、しくじった。どうですか。俺たちの勝利だ。鮮やかな勝利だ。さて、倒せたね。さあ、先。暴いてやる。悪くないな。危ない奴がいるぞ。やった、アイテムゲットだ。こっちの中で。よし、勝利だな。よし。
ち。お、石発見。石ゲット。残りもいただこうぜ。心情がよく現れているな。心の内に何か深刻なものを抱えている。双葉なんて産まなきゃよかった。壁画から聞こえてる。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでいたみたいだね。育児の色々だったんだろう。内容的に遺書っぽいけど。母親が自殺した時の記憶か。事実だとしたら子供相手にえぐくね。ここは使えそうだな。休んでいこう、ジョーカー。つけておこう。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。僕はここまでか。よし、さすがは我輩。電力はこちらが上よ。火炎属性の強血に弱い敵ね。大丈夫、こちらの方が強さは上よ。蹴散らせ、ゴレモン。もういいぞ、フォクス。まだ終わらないぞ。ここはオンビー。呪音属性
生は聞かないわ。油断は禁物よ。敵を撃破。さすが。よし、次の勝ちへ向けて進む。ご苦労様。やれやれ。正体を見せろ。ここで終わるのか。よし、こちらの先生だ。そこか。よし、研ぎ澄ませ。余裕すぎ、歯ごたえない。お、よし。
よっしゃ。てか、前方シャドウがいたぜ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。どうしたの？弱点をつける手はある。攻撃へ攻撃を飛ばして暴力とか最高に。子供と思って油断したかな。呪音属性は効かないわ。粘土が効果的だわ。まあ苦戦しない相手のはずよ。パンザー素敵だ。敵残り2体。油断するな。くそな。奪え。どうか敵を撃破。さすが It's time to finish。 これも追加だ。華麗に決まる。うん、ご苦労様。弱すぎて相手にならないね。お、ここにも石があったぞ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ヘルプ。違うな。パンザー素敵だ。
にバトンタッチだ。できた。特製モンストだ。ヘルソだ。くたばれ。誰かとどめよ。敵残り1体、最後の決めだ。よし、次の勝ちへ向けて進む。勝利だな。強そうなスキルだね。うん、次行くよ。次。おお、宝箱だ。2つ目の石入手だ。さすがジョーカーだな。この仕掛け、前に見たのと同じね。ってことは、また触れば何か起こる系か？やってみようぜ。お、映った。けど、またよくわかんねえな。これもバラバラの状態なんだろうな。また操作して、元に戻してみよう。揃ったようだな。車に飛び込んでる？もしかして自殺の現場？また声が。ふふ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 ふ。辛いね。忘れたくて記憶を隠したのか。よっしゃ。
この辺は2。いいところにセーフルームがあるじゃん。暴いてやる。守ってくれます？よし、こちらの先生だ。よあいつ閉めていい？ブヒート泣きな。敵だ！最高だぞ、パンサー！いいかやるぞ！よし。あれ？楽勝すぎた？終わらないぞ。我ながらアッパレ。
余裕の勝利ってやつだな。暴いてやる。この感じ、セーフルームがあるかもしれんな。さて、うん、楽な戦闘だったわね。怪しいぞ。
暴いてやる。あ、コーマが混じってるぞ。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。グレイ、ナイスな立ち回りだ。敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。ボックスが代表する。こいつの出番だ。敵ダウン。フォックスさすがだ。さあ仕掛けるぞ。いい子やるぞ。我が決意の証を見よ。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。どうだ、我が愛の力。いい子やるぞ。お掃除完了。さて、力の差が実感。暴いてやる。やり方だ。もう先制攻撃ちゃうか。行け。そうじゃないか。粘土が効果的だわ。超感覚クイーン。まだ終わらないぞ。身を締めてドロー。完璧に行けるぞ。立ち下がるな。どうせもっとだ。これで終わりだ。しまったな。強そうなシャドウがいるわね。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。嘘だ。そこか。超感覚クイーン。よろしく。まだ終わらないぞ。バーストクイーンだ。弱点をつける手はある。
攻撃や攻撃を察知して、うん、見たか。後悔しても遅いぞ。いいかやるぞ。よし。うわ、なんかヤバいのいるし。暴いてやる。ダメよ。他の攻撃で倒して。エルソナ！この感じ、セーフルームがあるかもしれんな。ほう、書くか。